くん久しぶり。お前まだいたのかよ。早くやめろよ。やばいやばい。でもちょっと久しぶりじゃない？1ヶ月ぶりぐらいだよね。まあ別に。何してたの？何もしてねえよ。でしょ？お前こそ何してたんだよ。私有意義に過ごしてたよ、コナン君がいない間も。でもコナン君のこともね、時々思い出して、あのうざいお客さんいたなって思う。お前のがうぜえよ。え、でも嬉しい、来てくれて。今日何してたの？今日、うんパチンカス。パチンカスしてたんだ。え、どう、勝った勝った？まあまあ勝った。気になるな、そのまあまあ勝ったな、その度合い。まあまあ勝った、3000円くらい勝った。まあまあ勝ったね、おめでとう、おめでとう、いつもはいくらくらい負けてるの？昔は結構やったけど、結構ギャン中だった。そうそう、ギャン中。パチンカスにすごい行きまくってたけど、パチンカスに行きまくってたんだ。パチマはパチンカス卒業。あ、卒業した、あ、ドリンクもらっていい？とりあえず、まあドリンク飲んでてもいいけど、お前裏行ってろよ。別に俺お前と話しに来たわけじゃねえ。一旦行く、一旦行く。一旦行きます。お待たせ、なんかお前裏行ってていいって。え、だってでもめっちゃ待ってるみたいな感じだったし。早くしろよってさっき言ってたよね。遅いからだろお前が。まあでも私あの一山二山超えてるからね。すぐ山越えるな。そうそう、高尾山とかも全然超えれる。低いな。確かに山の中では結構低い方だよね。お前ってどんぐらい働いてんの、ここで？私、あ、想像してるよりは長い気がするな。え、老害じゃん。老害だと思った。老害老害。他の若い子たちに迷惑かけてんじゃねえの。お前みたいなやつやばい。え、でもさ、コナン君だって結構シニア。いや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 、お前よりは全然だよ。でもこれやっぱさ、老人ホームだから実はほぼね。マジ？だからなんか新しい利用者さん来たなみたいな、そういう感じで見てる。そういう感じで見られてたの？そうだよ。前回利用してくれた時に、あのコナン君さ、なんか持参したシャンパンあるの覚えてる？あ、それお前が好きって言ったから俺が買ってきてやったやつな。いや、在庫だから。で、それあの開けるって言ってたの覚えてる？覚えてない。いや、だからそれ楽しみだなと思って、時々あなたのことを思い出したの。思い出した。マジか。え、そうだよ。だから今日来てくれたってことはいっぱい言ってくれるかなと思って、今すっごいワクワクして緊張してるまであるっていうね。どうですか？いや、でもお前今日キレ悪くない？今日キレ悪いから無理。いつもよりつまんねえよ。もっと俺のこと楽しませろよ。そうっすか、今日は楽しませてないか、うん、じゃあ楽しませてからにするか、うん、まだ楽しみは取っといた方がいいもん、本当に。オッケーオッケー。でもお前ってさ、本当何も考えてないよな、俺と違って。俺と違って？本当に、うん、俺はすごい考えた上でその発言してるんだったら、もっと違うこと考えてほしいなって思うんだけど。どう？いやいや、お前なんかやっぱ何も考えてないのがすげえ伝わってくるわ。あ、本当に？うん、すごい。 でもコナン君のことばっか考えてるよ、いやいやいや、またまた、また増えちゃう。俺のこと好き、俺のファン増えちゃう。俺のファンがまた増えちゃう。お前って本当性格歪んでるよな、お前みたいな性格のやつ、本当いつまでたっても幸せになれない。本当に？だから俺じゃないとダメなんだよ。本当の気持ち俺にぶつけてみろよ。すごい、新手の告白されちゃってるよ、びっくりしちゃった。本当の気持ち俺にぶつけてみろよ。2文字2文字つから始まってキで終わる2文字。2文字、そう、今の2文字言ってたよ、ね、言ってみろよ。いや、まだ早いかなと思って。あの、やっぱさ、本も早かったって言ったでしょ。私もその2文字言うの早いかなって思ってるよ。あ、じゃあお前もお前で考えてるってこと？そう、意外と考えてない感じで考えてるんだ。うん、じゃあ次回かな。ん？次回かな。アフター？先越してるよね。アフター？ないないない。え、だってお前今次回って言ったじゃん。次回アフターなんじゃないの？次回アフター。今アフターっていう文字出したのはなかったからね。私言ってないけど。びっくりしちゃった、その単語。びっくりすんなよ。仲良くなった気もしてるけどね。てかさ、この前さ、お前俺のこと秋葉のドンキで、あ、俺がお前のこと秋葉のドンキで見たんだけど、なんで俺のこと無視した？俺、お前に結構話しかけたんだけど、なんでお前無視した？私、イヤホンつけてたかも。え？イヤホンつけてたかも。イヤホンつけてた？あの、有線のイヤホンだと思ってる人間みんな。私、あの、無線のイヤホンつけてるから、見えない時もあるんだよね、髪の毛で。俺は普通になんか、いや、店の近くでお前のことを見て、で、まあ、お前がドンキの方向かってって、いや、俺もたまたまだよ、たまたまドンキの方行くあれがあったから、ドンキ行ったらたまたまお前がいて、で、もう話しかけた。ついてきてるね、それ完全にね。話しかけるのはいいけど、ついてこないで頼むよ。いや、たまたま
そうだよ、よかった、たまたまで。てかさ、お前太ったよな。え、バレた？私実は2キロちょっと太っちゃって。デブじゃん。やばいやばい、クソデブ、クソデブ。バカバカ。あのそこまで分かるのすごいよ。だって私の友達ですら気づかなかったもん、それ。まあ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 、だからさ、やっぱ変化に気づくみたいな。いやいやいや、でももっと違う変化に気づいた方がいいよ。ネイルとかも変わってるから、もっと言った方がいいんじゃない。いやいやいや、明らかに顔がでかくなってる。明らかに顔がでかくなってるし、太くなってる。太くなってる、うんうん、でも気づいてくれて嬉しい。頑張って痩せるね。いやいやいや、別に頑張って痩せてほしくて言ったわけじゃない。痩せてほしいみたいな感じだよね。でもよかった、それ気づいてくれる人いて、うんうん、ちょっと痩せるモチベーションになった、うん、じゃあ自己開しようかな。お前残ってんじゃん、これ。飲むよ、俺が。やめろやめろ。なんかなんかちょっと残ってるし、これたらできんです、これ。いやでもどうなんだろう、できん曲になっちゃうのか、いい曲になっちゃうのか、楽しみですね。今後に期待してます。黙れ黙れ。次回消します。